シノンにメッセージで伝えてある時間はもう過ぎている。けど、きっとシノンは。本当に、ずっと待っててくれたんだ。ちょっと遅れちゃったかしら。シノンに会うためなら、いつまででも待つよ。あんたが、素でそんなことを言っちゃうの、すごく久々に感じる。ねえ、送ってくれたメッセージに書いてあったことって、本当？あんたも、人を、その。ああ、本当だ。SAO の時、まだシノンがダイブする前のことだけど、俺はプレイヤーを、人を殺したことがある。でも、何か理由があるのよね。あのゲームには、殺人ギルドがあったっていうのは当時も話をしたよな。ラフィン・コフィンだったわよね。ああ、ゲームオーバーが死を意味するあの世界で、奴らは多くのプレイヤーを殺していった。だから討伐パーティーが組まれてさ、その中に俺もいたんだ。討伐パーティ？作戦は相手を無力化して牢獄に放り込む、それだけのはずだったんだよ。けど、どこかで情報が漏れたのか、向こうは罠を張って待ち構えてて、無我夢中で剣を振り続け、そこで俺は、人の命を奪ったんだ。そう、だったんだ。その上、俺はもっと罪深いよ。だって、自分のしたことを忘れてしまっていたんだから。忘れていた？なあ、俺はきっと自分の罪と向き合う義務から無意識に逃げようとしていたんだ。けど思い出したよ、シノンのことを聞いてから自分が一体何をしたのか。それでも殺した相手の顔と名前はどうにも思い出せない。この手で殺したのに。キリト。それだけじゃない。俺は仲間を見殺しにしたことだってあるんだ。え？助けられなかった。君は死なない。そんな言葉を言っておいて。俺は。私は、あなたのしたことや過去について、何も言うことはできない。でも、これだけはわかる。あなたもずっと戦ってきたのね。逃げられない過去と、たった一人で。ごめんな、一方的に話をしちゃって。大丈夫よ、気にしないで。ねえ、一つだけ聞いていい？ああ、なんだ。あなたはその記憶をどうやって乗り越えたの？どうしたら、あなたのように強くなれるの？乗り越えてなんかいない。え？俺は確かに、人を殺したのに誰からもそのことを咎められたりしなかった。それをいいことに目をそらし、忘れることでごまかし続けてきたんだ。けど、それは間違いだって、今は思っている。自分のしたことの意味をしっかりと受け止めて、これからも考え続ける。乗り越えるのではなく、まっすぐ見つめて、いつか受け入れられるようになるまで戦うんだ。それが、俺にできる最大限の償いだと思う。いつか、受け入れられるようになるまで、戦う。でも、私にはそんなことできない。そんな強さを、私は持っていないもの。なあ、シノン。みんなに会いに行かないか？みんな、君のことをすごく心配している。わかった。私も、自分の口から、みんなにちゃんと説明をしないといけないものね。あ、シノノ！アスナ。シノンさん、よ
みんな、急にいなくなってごめん。理由も言わず、連絡も取らないで、きっと、すごく迷惑かけちゃったわよね。だから、ちゃんと自分から言わないといけないって思って。ね、私が、11歳の時、当時住んでいた町の郵便局で、強盗事件が起きたの。新聞やニュースでは、その時の強盗犯は、銃の暴発によって死んだと報道されていたけど、実際は、暴発なんてしてない。実際は、私が、強盗犯から拳銃を奪って、撃ったの。そういえば、私が SAO に取り込まれた時のことも、みんなにちゃんと説明してなかったよね。SAO に取り込まれた時、私はある理由でメディキュボイドを使用していたの。それは、PTSD のカウンセリング。郵便局での事件がきっかけで発症しちゃって、今でも拳銃の写真を見ただけで吐いちゃうことがあるんだ。そうした過去やトラウマがあることを今までずっと黙ってた。今までずっと黙って、私はみんなの仲間だなんて言っていたの。シノノ！黙ってて、ごめん。騙してて、ごめんね。でも、これでよかったのかも。みんなに偽り続けることの方が、きっと本当のことを知られるより辛かったはずだもの。シノ。じゃあ、私はこれで、さよならするね。なんで？待って！アスナ。シノノンの話を聞いて、今、私はすごくびっくりしてる。それが普通だと思う。人殺しがそばにいたなんて。違うよ、シノノン。今までずっと一緒にいて、笑ったり励まし合ったりしたのに、なんで気づいてあげられなかったんだろうって。ずっと一人で悩んできたんだよね。きっと、すごくすごく辛かったよね。これからは私が、私たちが、シノノンのことを支えるから。シノン、あんた普通の女の子でしょ？何一人で大きな悩みを背負い込んでんのよ。そうですよ。私、シノンさんが抱えている悩みを一緒に支えます。頼りないかもですけど。でも、私もリーファさんと同じ気持ちです。仲間だもん。困っているときは助け合わないと。うん。僕もやれる限りのことをしたい。おうよ。遠慮なんかすんなよ。どんどん頼ってくれて構わねえからな。ですから、シノンさん。これからもずっと一緒にいましょう。嫌だって言ってもくっついてっちゃうんだから。こういう奴らだって分かってただろう。ほっとくなんて、できやしねえんだ。みんな。シノンはさっき、自分のしてしまったことを受け止める強さなんて持っていないって言ってたよな。それは俺だって同じだ。俺一人じゃ、目をそらさず受け止めるなんてできない。だからこうして仲間に頼るんだ。俺やシノンには、頼れる仲間がいる。頼れる仲間？シノノンに何があったとしても、私たちは味方だよ。アスナ。みんな。今まで気づいてあげられなくて、ごめんね。私の過去を知っても、それでも、仲間だって、そう思ってくれるの？もちろんだよ。シノノンはシノノンじゃない。苦しんでいるなら一緒に悩もう。だから私たちを頼って。向き合っていこう。仲間と一緒に。
から。お願い。頼らせて。俺もシノンも、きっと罪が消えることはない。だから支えてくれる仲間と共に、受け止めていこう。